今回は流山市のシンボルともいえる流鉄流山線に関するクイズを10問作ってみました。楽しく流鉄流山線について興味を持っていただけたら嬉しいです。それでは流鉄流山線クイズスタートです。第1問、流鉄流山線は全部で何駅あるでしょう。正解は2の6駅です。流鉄流山線は流山駅から馬橋駅まで計6駅となります。第2問、正しい駅順はどれでしょう。正解は3です。流山駅、平和台駅、ひれが崎駅、小金城市駅、高野駅、馬橋駅の順番となります。第3問、流鉄流山線は全区間で何キロメートルになるでしょうか。正解は1の 5.7 キロメートルです。流鉄流山線は全区間6駅で 5.7 キロメートルとなります。第4問、この車両の愛称は何でしょう。正解は2の桜号です。2018年8月23日より龍馬号の塗装が変更され桜号となりました。第5問、流鉄流山線の初乗り運賃はいくらでしょう。正解は1の130円です。ちなみに流山駅から終点の馬橋駅までの運賃は200円となります。第6問、流山線1日フリー乗車券の価格は。正解は2の大人500円、小児250円です。流鉄流山線が1日乗り放題ですので、流山へショートトリップの際にお使いください。第7問、流鉄のマスコットキャラクターの名前は。正解は3の龍之進です。龍之進は2018年3月に流山産業博で開催された流鉄ゆるキャラ募集で大賞を受賞してデビューしたキャラクターとなります。第8問、この中で一番新しくできた駅はどれでしょう。正解は2の高野駅です。1961年昭和36年2月3日に開業し、1982年昭和57年1月10日に移転しています。第9問、開業時は赤城駅だったのはどの駅でしょう。正解は1の平和台駅です。昭和40年1965年6月に赤城駅を赤城台駅に改称し、昭和49年1974年10月に赤城台駅を平和台駅に改称しました。第10問、流鉄は何回も社名を変更しています。この中で一番古い社名はどれでしょう。正解は3の流山軽便鉄道株式会社です。流山軽便鉄道株式会社でスタートし、5回の社名変更を経て現在の流鉄株式会社となっております。以上で流鉄流山線クイズは終了となります。これをきっかけに少しでも流鉄流山線に興味を持っていただけたら嬉しいです。機
会があれば、流山線1日フリー乗車券をご利用いただき、流山市内をショートトリップしていただけたらと思います。動画の内容が良ければ、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。